スタートしました。13番アルマエルナとダッシュつきません。好スタートは10番ミッキーアイル。ミッキーアイル先手を取りました。早いリード1馬身半2馬身。2番手には蓬莱秋子、ベルルミエール、そして内3番ダンツキャンサー4番手。あとは1馬身差上がっていきます。8番サトヌルパンです。さらには外からカラダレジェンド、そしてマイネルブルズアイが追走していきます。あと内をついて5番の湘南アチーブです。そして外を回りましてピークトラム、中段グループ今3コーナーをカーブしてきます。残り 1000m 通過。アトムがいてウィン・フェニックス、エイシン・ブルズアイが行って、さらには1番キングズ・オブ・ザ・サン固まっています。内には2番のタガノブルグ、3、4コーナー中間。あとは名将わだち、さらには外からアドマイア美人、アルマエルナと最後方は今4番ロサ・ギガンティア。レ前は3、4コーナー中間を通過。さあ先頭は10番のミッキー・アイル、リードが1馬身。差を詰めていく7番の蓬莱焼き、2番手で600通過。第4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいました。内3番手、3番ダンスキャンサーです。あと横に広がってベルルミエール、そして湘南アチーブを追い込んでくる。あとはどうか、カラダレジェンドなど 400m を通過した。逃げる逃げる10番ミッキーアイル、ミッキーアイル先頭、リードは半馬身。蓬莱焼き子2番手、あと内3番ダンスキャンサー3番手。追い込んでくるのは3枠の2頭、湘南アチーブ、ベルルミエール 200m を通過した。さらには間から2番のタガノブルグ、大外からは4番ロサギガンティア追い込んできた。さらには1番のキングズオブザサン、大接戦となっているが、ミッキーアイルかゴールイン。わずかにミッキーアイル、その後は横一線です。